ここが今の市場ですか？記憶にあったものとはだいぶかけ離れていますね。町の店も商売をしている人もあの当時とは全く違います。将軍様、どうして将軍様がここに？将軍様は病気じゃ。どうして急に？どうやらここの人たちを驚かせてしまったようです。将軍様が急に現れたら驚くのも無理はないな。町の見回りは天領奉行の仕事となります。将軍が処理すべき情報や下すべき指示はとても多いため、自ら出向く時間がないのです。それに将軍は休息がいりませんので、暇つぶしや気分転換をする必要もありません。なあ、どうする？一旦ここを離れて騒ぎが収まった頃にこっそり戻ってくるか？どうしてですか？私は何も面倒を起こしに来たわけではありません。気にする必要はありませんよ。心配してるのはここにいる一般の人たちの方なんだけど。まあいっか、そういうのもお前らしいもんな。今も民たちは交渉にモラを使っているんですよね。おお、これは今も昔と同じだ。キラキラしてて魅了されるよな。って待てよ、まさかエイもモラがないってことはないよな？もちろん持っていませんよ。一心浄土では需要がありませんので。何か品物が必要な場合は奉行衆に送ってもらえばいいのですから。しかしどうして私もなんでしょう？皆さん規律正しく過ごしているようで、あなたの言った賑やかが全く感じられません。おや、ここの屋台は何を売っているのでしょうか？将軍様の前で賑やかになれないよな。見たことのないものですね。将軍様、これは失礼いたしました。いいえ、そうかしこまらず。本日は気分転換に来ましたので、少し見るだけです。あなたの売っているものを私に教えていただけますか？もちろんです。僕がここで売っているのは食べ物です。たこ焼き、団子、それと、牛乳とか。あ？その中に牛乳が混じってるなんて、なんか変だな。あなたの感じ取った変は、僕がわざとつけた特色なんです。城には悠久の歴史を持つ老舗がたくさんあって、僕が何を売ろうとそれらにはかないません。ですので僕は、目新しい組み合わせを作り、お客さんに新鮮な体験をしてもらおうと決めたんです。例えば、僕が最近開発した団子牛乳。団子を練りつぶして牛乳によく溶け込ませたものです。味もさることながら全く新しい奇妙な食感も楽しめますよ。団子に牛乳？聞いたことがありませんね。どうしてこのようなものを考えたのですか？申し訳ございません、将軍様。決して永遠に意見があるわけではありません。かしこまらないでと言ったはずです。そんなに恐れおののく必要はないんですよ。私の追い求める永遠が団子と牛乳によって揺るがされるものではないでしょう。あれ、なんだか噂に聞いた将軍様と少し違うような。実は僕も思いついたのは偶然でした。ある日、友達がお客さんのおもてなしをする際、団子を作りすぎてしまったらしく、食べきれないからと僕にくれたんです。しかし僕にとってもその量は多く、
で、ちょうどその時、僕の店でも牛乳が売れ残っていることに気づきました。そして、団子も牛乳も日持ちしない状況だったのです。そこで試しに2つのものを混ぜてみたところ、ちょうどいい塩梅で混ぜることで、意外にも美味しいことが分かりまして。偶然からなるもの。面白いですね。私にも一杯いただけますか？将軍様にご興味を持っていただけるなんて。はい、もちろんです。あなた方も一杯どうぞ。甘くて美味しいです。それともっちりとした食感も不思議な飲み心地ですね。そうだな、飲み物は飲んでるのに、なんか食べてる感じだ。おかゆみたいな。全く同じとは言えませんが、どうであれ好みの味です。ありがとうございます。こんなに美味しい団子牛乳、さぞ売れ行きもいいのでしょう。いえ、その実は売り上げは全然。え、よくないんですか？どうして？その実際に飲んでくれた人の評価は結構いいんですが、ほとんどの人がこの組み合わせをおかしいと思っているようで、口にすらしてくれないのです。あ、別に将軍様の感覚がおかしいということではないです。お気を悪くしないでください。そうでしたか。それなら簡単です。シャブ業の人に何百杯か購入してもらい、一人一人に配ってもらえばいいでしょう。いえいえいえ、将軍様、それはいくらなんでもやりすぎかと。やりすぎですか？皆さんにも試してもらいたいと思っただけですが。団子牛乳を飲んだことがないというのは非常にもったいないことかと。それは。はい、いいえ、結構です。そこまで夢中になっているわけではありません。はあ、やはり甘味は気分を良くしてくれますね。一人で考え込んでいた時よりだいぶ気分が良くなりました。そういえば以前巫女が言っていたのですが、八重堂を立ち上げて娯楽小説を売っているとかなんとか。それでいつも私に自慢していたのですが、私にはそれがどんなものなのかすらわかりません。ちょうどいい機会ですので、私をそこへ連れて行ってくれませんか？いいぞ、いろんなもの